改めて皆様、本日もようこそご参加くださいました。お寺から健康習慣を推進するヘルシーテンプルオンライン、本日も多くの方にご参加をいただいております。いつもありがとうございます。私の担当会では仏教解説ということで、仏教に関する言葉を一つ取り上げて、できるだけ分かりやすく皆様と共に味わってまいります。仏教やお寺を身近に感じていただいたり、日々を安らかに穏やかに過ごすようなご縁となれば幸いです。さて、この数回、死生体、死体についてご紹介をしております。死生体、死体とは苦しみを和らげる仏教の考え方、実践法のことです。体とは真理という意味で、死生体で4つの聖なる真理という意味の言葉になります。その死体とは躯体、実体、滅体、胴体です。前回までに躯体、実体、滅体についてご紹介しました。今回は死生体の4つ目の胴体についてお話しいたします。胴体には八正道という8つの実践方法が説かれますが、今回はまず八正道の概要について見てみたいと思います。さて、胴体とは苦しみを死滅させ、安らかな悟りの境地に至るための真理です。そして具体的な実践方法として、胴体には八正道という8つの実践方法が説かれています。苦しみの死滅、悟りの境地という言葉はちょっと難しくて、あまり馴染みがないというか、しっくりこないという方もおられるかもしれません。そこであえて現代を生きる我々にとってもう少し分かりやすく、しっくりくる言葉で胴体八正道を表現してみたいと思います。分かりやすい言葉で言うならば、胴体八正道とは我々が幸せに生きていくための道であり、我々が幸せに生きるための実践方法と言えるかと思います。幸せに生きていくとは、思い通りにしていくということではなくて、思い通りにならないことも含めて、この人生で起きるさまざまな出来事を受け止めながら、それでも心豊かに人生を味わっていける、そうした生き方、あり方が幸せに生きていくことだと言えるかもしれません。そうした深く人生を味わうことのできる見方や心を育み、安らかで幸せな方向へと人生の歩みを進めていけるもの、そうしたものが仏教であり、この死生体の中の胴体八正道にはその実践方法が示されています。仏道における実践方法は八正道以外にも宗派によってさまざまなものがあります。この死生体八正道はさまざまなある仏道の実践方法の中でも、お釈迦様ブッダが説かれた最初期のものだと言われています。では胴体に説かれる八正道という8つの実践方法とはどのようなものなのでしょうか。今回はざっとですね、八正道の概要を見てみたいと思います。1つ目の正見とは正しい見方のこと、2つ目の正思慮とは正しい思考のこと、3つ目の正語とは正しい言葉遣いのこと、4つ目の正号とは正しい行いのこと、5つ目の正名とは正しい生活のこと、7つ目の正念とは正しい思念のこと、6つ目飛ばしましたね。6つ目の正精進とは正しい努力のこと、8つ目の正常とは正しい精神統一のことです。これら8つの項目について実践していくことで、人生が心豊かなものになっていくと言われます。さて、八正道の各項目にはすべて正しいという言葉がついています。で、ここでの正しいとは完全なとか本質的なというような意味があると言われています。で、今は正しい言葉、正しいという言葉を使っていますけれども、この正しいにはですね、完全なとか本質的なと、そういう意味があるということを思いながらですね、聞いていただけると幸いです。で、さて、八正道には正しい見方、正しい思考、正しい言葉遣いというように、すべて正しいという言葉がついていると申しました。それはこの八正道に挙げられている項目には正しい方法やあり方があるということです。私的にはまずここがポイントだと思います。つまり八正道の項目に挙げられている物事の見方や思考の仕方、言葉遣い、行い、
生活、努力などには正しい方法やあり方があるということです。でもちろんそれは仏教的な立場からの考え方ではありますが、それらの正しい方法やあり方を知ること、そしてそれを日々実践することで、この人生が心豊かなものとなっていく、ここが八正道のポイントだと思います。この八正道に出てくる物事の見方や思考の仕方、言葉遣い、行い、生活、努力といった項目は我々が日頃から行っていることですね。仕事や学校や家庭など、どのような環境においても関わってくるとても日常的なものです。例えば八正道の一つ目の正見や二つ目の正思惟とは、物事の見方や思考の仕方に関するものです。なぜこの問題は起きているのかとか、なぜ自分は悩んでいるのかといった我々が日々突き当たるような問題についての項目です。つまり八正道に説かれていることは、日常的な場面で応用したり活用できるということです。3つ目の正語、4つ目の正語とは、言葉遣いや行いに関するものです。5つ目の正名、6つ目の正精進とは、生活や努力に関するものです。これらは我々の日々の言動や生き方に関わるものですね。このようにこの八正道に説かれていることは、我々が日常的に応用活用できるものです。こういう場面ではどのような選択をすればよいのかとか、人に対してどんな接し方をした方がいいのかとか、自分はどんな人でありたいのかとか、仏教はそうしたことを考える上での判断軸になるものであり、それをまた考えるだけでなく実践していくものが八正道になります。仏教は単なるお勉強ではないと言われます。私も浄土真宗の僧侶になるときにこの八正道を勉強したんですね。しかし八正道のこの8つが何であるかとか覚えてもですね、日々の中で八正道を実践したり、また人生とか生き方が変わるものとならなければ、この勉強というのもあまり意味がないと思うんですね。仏教はお勉強のためのものではなくて、深く人生を味わうことのできる見方や心を育んでいくものだと言われます。ローマは一日にしてならず、千里の道も一歩からと言われるように、この人生もまた日々の積み重ねで成り立っていると言えるかと思います。日々の生活やそこでの言動が我々の人生を形作っているんですね。ですからこの日々の生活や言動がとても重要なものだということが言えるかと思います。お釈迦様、ブッダの言葉にこのような言葉があります。生まれによって卑しい人となるのではない、生まれによって尊い人となるのではない、行為によって卑しい人ともなり、行為によって尊い人ともなる。この生まれによって尊い人となるのではなく、行為によって尊い人となると、この言葉はですね、カースト制という生まれながらに身分が決まってしまっている人々を感動させて勇気づけたと言われています。そしてこの言葉は現代を生きる我々にとっても、日々の生活やそこでの言動がいかに大切なものであるかを気づかせることまでもあります。我々の人生は日々の積み重ねで形作られています。日々の生活やそこでの言動がきちんと正しいものとなっているのか、その判断軸となるものが八正道と言います。日々の生活やそこでの言動がきちんと正しいものとなっているかと確認しながら日々を生きていくことで、深く人生を味わうことのできる見方や心が育まれ、安らかで幸せな方向へと歩んでいくことができる。そしてそんな人生を生きてほしいというお釈迦様の願いがですね、この八正道に込められているように感じます。いかがだったでしょうか。今回は四正体の4つ目の道体、そこに説かれる八正道の概要についてお話ししました。次回は八正道の一つ一つについてもう少し見ていきたいと思います。最後にウェルビーイングダイアログカードより今日の問いです。あなたの個性の源泉は、あなたの個性の源泉は、この後ヘルシーテンプルオンラインにご参加の皆様と今回の話についての感想や今日の問いについて対話をしていきたいと思います。